はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、こちら、ツイートを見てね、今、iPhone で収録しています。ちょっと音が悪いかもしれないけどね、よろしくお願いします。こんなツイートが、ありましたっていうスタイル、私やんないけどね。暮らしに関わるいろんなものの価格が、まあ、主に引き上げられる、みたいですね。身近なところで言うと、私の場合、タバコの価格がですね、ちょっと上がるのかな？私、いくら上がるのか分かんないけど、嫁が買いだめしてるみたいですね。アイコス、今捨てるアイコスね。はい、みたいです。あんまり私は気にしてないけど、嫁はまあそういうの気にしてる。で、物価が上がっていくっていうのをね、まあ、受けて、皆さんどんな反応するのかっていうところについても触れていきたいと思います。はい。まあ、主にですね、生活に関わるってことなんで、例えば、この右下にある食パンだったりとか、うどん、中華そば、小麦粉っていうのが上がるみたいですね。小麦粉とか、これ中華そばってラーメン屋さんとかにかかってくるのかな？ただこれ影響額見ると、まあ、2円とか1円とか、影響少ないのかなって思っちゃうんだけど、どうなんだろう？実際大きいんですかね？ちょっと私、よくわからないですけど。はい。とか、左の写真見ると、東京ディズニーランド、ね、食べ物だけじゃなくて、入園料っていうのが、平日と週末の価格差っていうのが大きくなるということですね。まあ、上がる方向なんでしょうね、きっと。とか、あと、電話料金ですね。NTT ドコモが解約金か。解約金廃止ってことは、これは、ユーザーにとっては得するのかな？はい。解約金がなくなるよってことなんでね。だったりとか、あと、郵便ですね。これ、うちに関わるかもしれんけど、土曜日か。土曜日の配達休止。普通郵便はね、速達料金は引き下げ。はい。だから、すべてが上がるというわけじゃないけど、ものによってはね、まあ、これ、見ていくと大体上がってるということですね。で、あと、この文章に書いてあるけど、政府の輸入小麦の売り渡し価格。だから、結局、輸入品というのが、やっぱ相対的に高い。だから、引き上げざるを得ないという感じになっていくんだと思います。うちも輸入のビジネスやっているんで、円安になれば、円の価値が下がれば下がるほど、まあ、今までは105円だったのが、ドル110円とか120円とかにもしなるとですね、まあ、当然ね、価格っていうのを見直さざるを得ないなっていうことになっちゃいますよね。はい、そういうことだと思います。で、これを受けてですね、皆さんどんな反応なのかっていうのが、私はそっちの方が興味があるんで、ちょっとそれを見ていくと、まず一つ目ね、アカウントはね、隠してますけどね。値上げ増税するなら給料も上げろや。一般層には iPhone8 すら高すぎるのに、倍値だからマジで買えない。倍値って何に対しての倍値かな、これ。iPhone 13が8に対して倍ってことですかね。どうなんだろう。まあ、給料上げろやっていうことを言ってますね。はい。まあ、これ、やっぱりね、一般的な、まあ、リアクションかなって思います。で、次。過去じゃない、最低賃金が過去最大の28円増って、最低賃金が、28円増、今までになく上がったってことですか？他の物価がそれ以上の上がり幅でたった28円の最低賃金が上がったところで生活変わんないよと。せめて最低賃金950円以上にしてくれなきゃという話ですね。28円では足りないと、はい、いう苦言ですね。で、次、価格一旦上がると二度と下がらない。いや、ここはね、はい、確かにそうですね。私の、だからこれ、言ってる方々って、皆さんね、会社員の方々ですよ。給料決まってる方々。はい、入りがまあ完全に固定なんで、もしくはね、私の前職だったら全く上がることはなく、下がる一方、何かにつけて、何か理由見つけて下げる、はい、要因があればすぐ下がってしまって、二度と上がらないっていうね。はい、で、物価については、あれですよ、上がると二度と下がらないんで、給料は下がるでしょ？下がったら二度と上がらないし、物価は上がると二度と下がらないっていうね。まあ、ここは切実な問題だと思う。はい。
お値段据え置きでも内容量減る。これはステルス値上げですね。コンビニパンも小さくなりました。はい、価格を据え置きにしようと思ったら、量を減らすしかないですよね。まあ、ダイエットにはいいかもしれないけど、食いすぎちゃうからさ。コストコとか行ったらさ、ステルス値下げか。あれは何だろうね。逆パターンですよね。あれさ、買いすぎちゃうんだよ。甘いもんとかさ、セットでって、ほら、大量に買うと安いからっつってさ、で、一家で消費しきれず、期限とかもあるし、まあ、隣の人にやったりとか、大人数でもう消費するっていう前提だったらいいんだけど、まあ、結果的にね、太っちゃうみたいなパターンもあるよね。はい、だけど、ここで言ってるのは、これはステルス値上げみたいなことだと思います。うちのね、近所の餃子屋さんも、ホワイト餃子もどきみたいなところがあって、そこもね、ホワイト餃子ってお稲荷さんみたいな形してるんだけど、それがさ、3分の2ぐらいのサイズに丸っこくなっちゃって、丸っこくなってね、すっごい小さくなったんですよ。で、価格据え置きなんで、まあ、子供とか僕的にはね、まあ、別にそんな高いもんじゃないしね、文句は出てこないけど、はい、あんまりでかいとほら食べにくかったりするからね。あ、だけどね、あれはね、思いっきりね、量減らしてるなって。価格はそのままでね。まあそういうのもあります。次。去年に比べて4月からライフライン値上げ。はい。10月までいろいろ値上げ。通りで貯金が去年に比べて諭吉たちの数が少ないわけですね。あ、預金額がね、まあどうしても、固定給で、給料据え置き、もしくは下がっても上がらない、みたいなね。で、物価はどんどん物価が上がるというか、物価が上がることって、まあ、輸入品とかなんてね、もう当然のことだと思うし、まあ、しゃあないのかなって私は思うけどね。まあ、ここについてはいろんな、はい、説があるんで、何とも言えないけど、先日もほら、ビッグマック指数って言ってさ、日本のビッグマックっていうのがアメリカの6割ぐらい。っていうふうに、まあだから、日本っていうのは、いかに、まあ食品であれ、服であれ、いろんな安いものに取り囲まれているかっていうこと。はい、ですね。で、ちょっと値上げするとみんな文句言うっていうね。だけど、まあアメリカとかで住もうと思ったら、ラーメン一杯で2000円だったりとか、はい、で、そこに、まあチップ上乗せとかね、はい、家族みんなで外食に行くと1万とか1万超えるとかっていう話じゃないですか。ですので、まあ、それでもなおね、まあ、こうやって値上げって言ってるけど、日本はまだまだ安いよっていうことですね。はい、ここまでかな。まあ、このような、まあ、物価というか、いろんなもののね、値段が上がることによって、まあ、文句言われる方、物の価格が上がるから文句言うというよりも、どちらかというと、ニュアンス的には、うちら給料据え置きなのに、みたいなね。まあそういう、まあ会社員の方々は絶対そういう文句が出てきて当然だと思います。はい。で、うちらっていうか、見てる方々多分フリーランスとか、まあ自分で変えていける側の人たちが多いと思うんで、そこはね、やっぱり変えていきましょうと。はい。むしろ私が昨夜言った豪快なインプット、お金の豪快なインアウトをしていきましょうみたいな話に乗っとると、まあ、ここで値段上がったっつっても、まあ、それは上等だよと、はい、いうまあ考え方ですね。物の価格が上がって、まあ、そこに出費、かさんでも、まあ、その分、まあ、稼いでいきましょうと。その分積み上げて、余分に稼いでいきゃいいじゃん。仕事作りゃいいじゃんっていうね。まあ、そういう発想で、まあ、ポジティブに向き合っていったらどうかなと。いう感じですね。なので私はあんまりこういう何かの値段が上がったりすることについては、まあ、今の私の状況では何も思わないですね。はい。まあ、別にどんどん上がってもいいと思っている。はい。まあ、その分ね、まあ、自分が駆り立てられて、まあ、自分の仕事ね、はい、より価値の高いことをしていかなくちゃいけないと、はい、いうことですね。で、ここの、価格一旦上がると二度と下がらないっていうふうに言ってますね。これ、私が先日言った話に似てるんですよ。お金持ちの人はずっとお金持ちのまんまで下がらないよとか、変わらないよみたいな、はい、話ですね。だから、お金が少ない人、貧乏な人は、貧乏なまんまだし、お金持ちの人はお金持ちのまんまだし、みたいなね。
結局、仕事、ビジネスでいうところのその働き方とか、働くそのお金を稼ぐ考え方、ものの考え方みたいなもの、基本性能みたいなものをアップデートさえすればですね、そこって水準がぐっと上がることになるんで、一旦上がったスキルっていうのはもう落ちないよ。稼ぎも変わらない、下がらないよっていうことで。はい。だから、瞬間的な何か棚からぼた餅的なね、そういうものを狙いに行くんじゃなくて、基本性能を底上げして稼ぐ能力というのを引き上げるような、なんやかんや、自分の暮らしの中でそこを意識した、時間の使い方とか、まあ、時間かけりゃいいってもんじゃないけど、はい、まあ、そういう効果を狙っていきましょうというね、話につながってくるかと思います。はい。僕がね、こういうツイートをなんか引用して動画撮るの珍しいけどね。ちょっとiPhone でね、音質悪いかもしれないけどね。まあ、今後も気になるツイートがあったら、まあ、このように出していきたいと思います。はい、以上です。